これ、ここ島が出てる、ここ見える、はいはい、これ島なんよ、こういう感じ、島の説明、三原の、そうそう、三原の道の駅、神明の里、中にね、大きなね、白いだるまもあるよ、まあ、うん、はいはい、白いだるまもあるんよ、うん、とかね、久々来たな、久々来た、いや、誰が来た、いや、久々来た、綺麗な見晴らしいね、うん、見晴らしいじゃろ、うん、見晴らしいで頼んだらね、またキャンセルならファックス送ってくれって言われて、もし途中で気が変わったら、いや、やっぱり怖いのとか言って、わし何回も大事に頼んどるけ、あ、ほんまに気が変わって、うん、うん、だけ悩むんよね、うん、ああ、まあそういうことですはは、動画撮ると忘れた、うん、まあこれです見晴らしいじゃろ、三原のね、白跡はあっち側の方なんよ。あ、うん。あっち側の方なんよね、実は。三原の。ジャスコとか見えるじゃん。あれの小さい先の方。うん。いや、ジャスコじゃなくてイオンじゃん。昔ジャスコって言ったけど、ついついジャスコって言うでしょ、思ったけど。昔あそこイオンじゃったっけね。山田とかイオンとかある、あっちの方じゃったらしい。あっちの方にあるんよ。天守閣じゃなくて、あの城の跡がね、天守閣が乗っとった。浮次郎言うてあれだったんだけどね。うん、でも雨が降ってもよう見えるじゃん。あれ、雨降っとらんかったらね、うん、あれ、四国まで見えるけね、うん。四国まで見えるんよ。でね、雪が降るときにね、うん、雪がこうって向こうから見えるんだよ。おーとか言って。で、四国から来た人これじゃん。四国雪降ってましたじゃん。降ってないよ、うん。こっち来てびっくりしたとか言うの結構あったっけ、うん。うん。ここお客さん結構四国から来る人がおるけ、うん。どうでした雪。四国降ってますって言ったら、いやー、降ってないよ。こっち来てびっくりしたとか言う人結構多かった、お客さん。そうそう。これが三原のあれ。で、ここね、あそこに昔鉄道のあれがあったよ、倉庫が。その頃にね、うん、人が多かったらしいよ。うん。ああやって地元のおじさんから場所を教えてもらった。うん。このちょっと先にね、名前ちょっと忘れたけど、町があるんだけどね。うん。そこのところでからね、そこのあれがあった頃には人が多かったんと。へぇーとか言って教えてもらった。なるほど、って。なんか降り出したな、急に。あ、なんか変な虫がついとる手に。誰の？いや、おじさんの手に。おじさんの手になんか変な、あれが。綺麗なだろ。だったらいいね、とか、初期の時。あ、ほんま。うん、って一回撮ったことがある、写真で。みんなが撮るより真似して撮った。だけど、あの時には動画撮ることに興味がなかったっけ。全く撮らなかった。だから、宮島の朝日とかあるじゃん。宮島に販売撮る時にね、撮ったりとかしとった。まあそういうことなんですよ、おじさんですね。これね、運が良かったら橋も見えるんだけどな、行く時はな。あそこに橋も見えるんだけど、ちょっとこれ橋も見えんな。うん、ちっちゃいし。あれ、島あそこ書いてある。これ。あ、うん、書いてある、うん、これ、ここにもなんかある。ちっちゃい島どういう名前や。これ、宿、あ、これ書いてある。どっち読むんじゃろ。いや、え、宿。ちょっと一応写しちゃう。うん、なんかこれ、あれ、これ書いてあるよ。裸の島とスクネジ、あ、スクネジマンよんと。これ、スクネジマンって書いてある上に。これ。ちょっとこの辺から撮らんじゃん。ちょっと後ろから下がって撮ろう。スクネジマ、うん。映画の撮影で使ったみたい。へぇー。何の映画で？知らん。裸の島いう名前と。うん、人おるん？知らんじゃろ。あんなとこ住めんじゃろ。でも、モニュメントがあるって書いてあるね。いや、細すぎたあれ人住めんの。うん。ちょっと、に行けるんちな。あの金、あそこにベルもある。ほんま。これこれ。ここベルがある。これベル。カランカランカラーンってなるし。ベルがある。あ、これ、ん？あ、音声ガイドがある。ちょっとなんか音声ガイドがあるみたい。うん。流れんじゃん。あれ流れんの？お金がいるん？いや違うよ。書いてない。日本語再生の。そうじゃろ、再生ボタン押したんだ。あら、あ、7時から、あれ？あれ、でも7時から7時って書いてあるな。これ見てください。これ、こんな感じです。うん。まあ、綺麗なところは綺麗なところだね。
うん、中にまだいろいろあるよ、写真とか展示してあるよ。ただ人がおるけあれかなぁ、植えたらあそこまでせんでええじゃん。いや、うどんのあの、あれとかあるよ。え、うどんのかけてくみたいなのとかある。うん、しゃあない。何うどん、じゃあ、高く上げ込むか、こっちへ城を移した時の城。うん、最後の城、うん、日本では初の浮城のはずなんだけどね、海に浮かぶ城、うん、うん、だったと思う、確か名前が書いてあるな、島の、うん、これ全部そうそう。まあ、そんな感じです。そろそろ終わります。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくお願いします。